はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエスト6-4を続けやっていきたいと思います。今レベルこんなんなんだけど、多分まだ低い感じなんだよね。わかんないけどね、まだ。というのが、前回、竜王ってのがいて、ボロクソに負けましたね。で、こんなん倒せないじゃんとか思ってさ、たまたまライフコットの山肌歩いたら、バラモスがいたんですよ。そっちは倒せた。でもきつかったよ、3回行動とかしてきて。でね、まだ多分なんかあるんじゃねえのかなと思うんですけどね。ダンジョンもちょっとチラッと見ただけで、なんか敵のシンボルがあってさ、シンボルがあってさ、そこに話しかけたら戦闘になったから、まあ、なんかもらえるとかじゃないんだね。なんかくれればいいのに。七英雄とかもいるみたいだね。なんだこのゲームって思って、そう、本当にさ、もう本当になんだこのゲームだよ。ね。まあ、いい意味でね。いい意味でなんだこのゲームですね。楽しくてね。ふむ気になる。お、あんたたちか。いや、あの時のことなんだが、幸せの国の墓地、ジャミラスとか言ったな。あいつが死んでいく時、誰かな。ああ。なんとかムーア様。誰なんだ。デスタムーアだね。それは倒したんだよ。デスタムーア可愛いね、もうね。ダークドレアムがこの強さでもきついから。幸せの国どうなってる、あれ。久しぶりのベッド。あそこにも行くかな。ジャミラスのとこに。なんかいるかもしんないよね。さあ、いない？いないか、さすがに。さすがにいませんね。ライフコットはちょっとびっくりしたな。あと隠しダンジョンも無理でしょ？まあ無理でしょっていうか、無理、逃げれば無理じゃないかも。でも逃げんの嫌だ。あとは、クリアベールなんかいる？あ、運命の壁の上とかなんかいそうだよね。そういえば。永遠の剣って何なのね。まあ、こっちの世界もあって裏もあるから。心の中に散歩したりする。なんかいきなり襲いかかってきたりするからびっくりする。婦人誌は弱かったね。弱かったっていうか、弱くはねえけどさ。これルーラー使える？頭ぶつけちゃうかな。あ、いけた。魔術師の塔もなんかいるかな。ここはインパスで開けるんだけど。あ、いそうだよね。塔。エールネップの塔、ロックブーケとかいるかも。わかんねえ。いるとしたら、そんなんだと思うけど。だってクリアしないと。ああ、まあ、ロマサガの敵はロマサガの敵だし、竜王はドラケ1だね。で、バラモスはドラケ3なんだけど、なんか目のとこおかしかったぞ、あれ。ファミコン版のバラモスかな。ファミコンのドラケ3とスーファミのドラケ3全然違うからね。やったらわかるけど。あなた。あそこ、あ、下になんかあったりとか。なんかいそうだよね。なんかいたら嬉しいんだけどさ。逆に絶望も味わうことになるから。まあそれはそれで面白いんですけどね。まず行けるとこ全部行っちゃおう。で、無理なのはレベル上げる。いたね、ミラルゴ、なんで生きてる？誰？いた。ネビルプリースト。マジックバリアだろうな。マジックバリア使った後にこれだったよね。ちょっと待って。ちょっと待って。それは、ちょっと広いんじゃないかい？あぶね、マジックバリア使わなかったら瞬殺だったね、今の。まあ、ベホマズン使ったのは、相手の方が先動くだろうなっていう。ちょっと待って。これずっと、はい？もう無理だろ、こんなの。
何あのビッグバン2連って。ちょっと待って、これ。これ無理だろ。ああ、でも、まあ、2000くらいは食らわしたんだね。え、あれ防ぎはあるか？無理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 。あ、魔人の鎧。だから、後で、その、なんだろう、呪文ばっか使ってくんじゃん、こいつ。あ、待って、あ、魔法カウンター、魔法カウンター、ビッグバンで魔法カウンターで跳ね返せる、これ。まあ、いや、ちょっと、とりあえず、モンスター探そう。いろいろ。あ、これはビッグバンしのがないと、まず無理だ。さて、大体回って、ここに竜王がいて、ここにエビルプリストがいたね。あとは、ステーマ城いなかったでしょ？あと倒してないのは、あれだ、サンマリーノに牧音がいたね。あと、ライフコットにノエルがいる。牧音はなんとかなるかも。なんか、ね、カルベローナもなんかいそう。自分がただ回ってないだけかもしれないね。あの、モシャス使える人とかさ、ちょっと回ってみようぜ。いきなり、遭遇するかもしれないから。ね、ちょっと遭遇するかどうかわかんないけど、しなかったらごめんなんだけどね。したらしたでいきなり戦闘になるから。まあそういうさ、いきなり遭遇する、びっくりするのも楽しんでください。まあサムネでね、エビルプリストがいたとか多分そんなのはバレっかなと思うけど、今回はね、見出しなんであそこは。あ、ダメだ。これとか、あと、海底神殿のポセイドンとか、あ、ポセイドンってあれスービエじゃねえかな。あ、わかんねえ。なんかどっちかいるよね、多分。そうだわ。あの、ロマンシングサガ2の七英雄っていうね、7体のボスがいるんですよ、これ。なんか。だから、海の七英雄もいるから、それがスービエだよね。海底神殿か、あの、ポセイドンとかがどっかにいると思うんだけど。ってことは、ここ、何もないんか。真ん中行って何もなかったら、ちょっとそこ行ってみようかな。エビルプリーストは、あとは、もう全部見つけたら、レベル上げて、上げ切ってどうしようもなかったら戦い方なんで、例えばさっきだったらね、もしかしたら、ビッグバンどうかわかんないけど、魔法、カンタで跳ね返ればいいんだけど、魔法カンタで跳ね返ればいいけどね。まあそんなこともなかったし、これ砂の器がさ、あ、ダメか。なんかこの先行けたらさ、なんかいそうな気もするんだけど。じゃあ、強くなるための、ああ、でも、あ、そっか、あそこもあんのか。無理でしょ？デスコットって案外なんかいいのかな？いるとしたら凶悪だぜ、多分。ああ、戦闘なんかと思った。ミネア。だからノエルは多分呪文でいけるんかなって思う。で、牧音は混乱さえしのげばいいから、だから攻撃力低いの入れといて、あれも呪文の方がいいのかな。まあ多分何かしらやり方だと思いますけどね。あら。あ、そっか、ここ。あとは、まあちょっと回ってない場所いっぱいあるでしょうけどね。敵強えんだもん。レベル99にはすぐなるから、ジュプレンドとか、もし今回全部見つけたとしたら、次回はね、どこだっけ？レベル99とかまで上げといて、上げて戦ってもいいかな。ちょっと難易度が、
今までより高い。まあそれは そうだけど、まあ今までね、ぬるいっちゃぬるい、ちょっと高難度だけど、まあやってできないことないレベルじゃん、だったじゃんよね。だからこっち強くすればね、強くしてちょうどいいんかなっていうよね。そういうのはあるよね。ここもいると思ったんだけどな。え、あ、じゃあ全部回ったんかも。無道の城、モンストル、アークボルト、ドランゴもなんか違ったりとかしないんかなと思ったけど、あと運命の壁か。そうだ、ダンジョンもあんだよ。ちょっとセーブさせてください。大ハーゴンとかじゃあ、ハーゴンす、こっちの方の世界の、運命の壁になんか行くかもね。本城、ホルストック、全然行ってねえわ。試練の洞窟にもなんかいそうだね。ここの中でいるとすれば、まあ、右かな。エビルプリストやばかったな、あいつ。で、なんか、なんだっけ。英雄の剣かなんかあったじゃん。あるいはな、息子の目が浮かぶんです。あんまいないよね。ちょっと運命の壁登ってみましょうか。それで海底神殿とポセイドンのとこ行ってみよう。多分どっちかにスビーいると思う。倒せっかわかんないけど、4番目ぐらいに強いからな、あいつな。あー、どうだろう。どっちがいるんかわかんないけど。あの、ロマサガって時間経ったらね、あの、ボスとか強くなんですよ。あれちょっと特殊なゲームなんで。こっち側だよな、運命の壁。ちょ、カットしようかな、さすがに。もう雑魚キャラは。シンシア286はちょっときついね。400欲しいな、やっぱ。はい、とりあえず上まで登ってきたけど、なんもないね。あ、なんもないね。てか、ここか。なんもないね。なんかいいと思ったんだけど。ここ。あれいいと思ったワグナス。絶対どっかいるんだもん。絶対どっかいる。おしゃれな鍛冶屋。ペスカニ。あ、ペスカニ？ペスカニの洞窟もちょっと怪しいな。まあ、海底神殿の奥行ってみっか。おっとっとっと。鍛冶屋、鍛冶屋。あ！沈没船もあるね。ここと沈没船とポセイドンとこ、どっかにいると思う。え、なんだっけ、今回はエビルプリストだっけ。ちょっとカットしたりしてるからさ、誰いた。いた。いた。いた、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 いた。スービエ、これはロマンシングサガですね。フバ派かな、どっちかといえば。あ、違った。マジックバリアの方だ。ギガレン使ってくんの？マジックバリアいいね。エビルプリストよりは凶悪じゃないんかな。あ、ブレス、あ、やってくんね。スービエは、ゴリ押し系なんかな。通常攻撃の方がいいね。凍結カードやってこなければ、ただ強い。
なんだ今の。なんだ今の。今のなんだ。ちょっと待って。なんか今のおかしかったぞ。何それ、ちょっと待って、ちょっと待って、あのさ、いけると思わせててさ、こういう壊滅的なことしてくるのやめない？それ普通ない？今みたいな、あの意味わかんない攻撃を4回やってくるのやめない？どうしようもないもん、世界中の刃持ってんねて無理じゃん、こんなのもうないし、ザウラルしかないし、まあまあ、その凶悪なダメージはもう慣れてんだわ。255とかさ。レベルだな。素早さが足んない、まず。ステータス上げればいける。スービエも無理です。あといるとすれば、待って、シエユ何やった ?4 人あったね。あと、ワグナスとロックブーケとダンターグっていうのがいいんだけど、それ合ってないから絶対どっかいる。スービアいたね、海のやつ。あそこにいたね。だ沈没船とかあるじゃん。あの最後の鍵。あそこにいんのかなと思ったけど。ダンターグがいそうなのは、ここ。こことか、あと、あのグランマーズの近くのさ、洞窟とかさ。あんなとこ怪しいよね。なんかこういう試練っていうか、あれなんかダンジョンでね、強い相手と戦うのが好きなんや、ダンターグって。だからどっかにいると思うんだけど、まあ力押しだと思うんだよね、やってくるとしたら。まあわかんないけどね、このゲームのことだからね。あんな200何ダメージの攻撃4回連続とかやってきて、どうやって耐えるんだって話じゃん。レベル云々じゃない、ないね、もうね。弱いダンジョンにいるんだ。まあ、そんな考えすぎるか。弱いダンジョンにいるんであれば、もしかしたら弱いダンターグが出てくるのかなとか、戦う順番変えたら強くなったりするのかな。まあ、関係ないな、ここは。あと洞窟あるとしたらマーズの、違う。マーズの館の左下に、まあこうやって相手探すのも楽しいよね。僕はもういけそうだよな。でもな、あの混乱厄介だな。とりあえずキャラクター弱いのもいるから、他も全部レベル上げて99にして、まあどのパーティーが相性いいのかなとか、違う、トヘロ使うとしても。どのパーティーが相性いいのかなとか、そんなことを考えながら、まあ、攻略していくしかないのかな。強さ的にはもう上限はそこだろうから、あとはやり方なんだよね。世界樹の刃をいっぱい持てないと苦人士きついとかあったじゃないですか。だからあれも、ザオリク使えるのがクリフトしかいないっていうのはね、どうやって倒すのってなるじゃん、普通。だから世界樹の刃、もう全部使っちゃったもんね。こことかにさ、途中にいる可能性はあるよ。ダンターグはね。自分のしてるダンターグだったらね。いやーびっくりした。ダークレオン倒した後にそんなあると思わないじゃん。だって、あそこまでやり込む人がまずいるかって話ない。シックスはいるでしょうけど、このゲームに至ってはちょっと偏ってっから、いた。いた。誰だ？ダンターグ。違う！闇相馬がいた。闇相馬がいた。ああ、そっか、ドラケ系もいいのか。マジックバリアだな。イテツカード使ってくるよな、多分これ。ああ、闇相馬がいる。何にもできねえんだ、これ。ここまで来るの大変ではねえけど、トルッカの近く
ガオ、井戸魔人だぞ。これ関係ねえよな。キャーキャー、ウフは私たち危ないことしてないよ。ただ遊んでるだけだもんね。そっか。いや、なんか普通にさらっとさ、いるからさ、びっくりすんだよね。ペスカニ？ペスカニの洞窟。ポセイドンもなんか違うこと言いそうだし。まあ多分合ってないのいるでしょうけど、弱いのもいいかもしれないね。だからもう、それ逃してさ、レベル99まで上げちゃったとしても、まあしょうがないよね、それはね。レベル99まで上げてなんぼなんかも。だからレベルでご利用しできるのもいれば、まあそうじゃないのもいるし、ね、案外、いたね。ダンターグかなと思ったんだけど。ダンターグっていうのがいいんだよ。あの、ロマサガ2にはね。だけど、ドラ系だよね。ゾーマがいた。バラモス倒した。ってことは、竜王、ハーゴン。ハーゴン絶対どっかいるな。シドもいるな。いない。これ、リミット使えねえんだっけ。いやー、めんどくせえ。頭ぶつけるよね。ムドンの城。あ、ムドン、あ、いけた。ここいそうじゃね？ムドンの城。あ、あれ？え？トイレ使ってるよな。ああ。まあ、レベル90まで上げれば300。こんだけこっち強いんだよ。だけど手も足も出ないってどういうことよ。天魔の塔もいっかもね。横も気になるけど、まずムドのとこだね。入れるっけ、その前に。あ、いけんのか。いや、いそう。なんかいそう。なんで井戸があんの？なんで井戸があんの？あ、地底魔人出んのか。え？ここにいたりすんのかな？そんなとこに井戸あってよ。びっくりしたよ。なあ、見つけたと思った。あ、違う違う違う、ボタン押してんだけどね。ここはやばかったもんな。あとどこだ。な、天魔の塔っつったな。ゼニスの城。まあ、飛んでいけばいっぱい行けっけどね。運命の壁にもいなかったでしょ。あそこワグナスいそうだったんだけどな。高いとこ好きじゃん、あれ。浮遊城。あ、待て、テーマの塔にいいかも、ワグナス。ロックブーケってどこにいるんだ。女の人だから、女性なんですよね。だから、まあ、ダンターグ、ワグナス。さあ、道中にいるかな。びっくりしたね。海底神殿行ったらいきなりなんか神官みたいなのがいてさ、スービエなんだね。あんた違うよね。あ、ハルシオン捕まえたとことかいないかな。考えすぎかな。いや、ありえんな。でもこのゲーム今、自分だったらどこに配置するかなって考えてて、自分がもしゲーム作ったとしたら。運命の壁とか、ね、しっくりくるでしょ、ワグナス。まあ、知ってる人だったら知ってると思うけど、浮遊城ってとこにいいんですよ、あれ。だから天空のゼニスの城とかにも、なんかいてもおかしくないし、天魔の塔だから、まあ、ここもいてもおかしくないよね、上の方に。
まあ、そういう可能性はあるってことね。地底にはいねえだろ。ダンターグはレベル上げる、なんかモンスターがいっぱいいるようなダンジョンにいそうなんですよ。だから探さないといけないよね。あ、雑魚キャラ面倒だから道中に行くかもしれないな。これ喋ってる間にさ、いるし、あの夢見の雫、あ、夢見の雫、あのゾーマイン使ったらあれ取れない、あれ闇の衣も剥げないかな。いるいるいる、いない。ちょっとあのなんだっけ、でもなんか瞬殺されたよねこれさ。思い立ったらすぐ行動。耐えて頼むから。耐えた、耐えたけど夢見鈴木使ったらどうなる？何もない。こいつ無理だろ。はい、もうここまで来るのしんどいから戦わないけど、ダメだ、先にやっとけよかったって今思ってるの。無理だね。ここにいるレイドック、クリアベール、本城もいなかったんだよ。 いるんかな、自分が回ってないだけかな。ゲント、アークボルト、どっかにいるな。なんか倒したら出現したりするのかな。あ、待った、魔界、アクバーの城ぐらいしか思い当たんねえな。魔界は、魔界っていうか夢見の雫なんかに使えそう。ポセイドン、こう考えるとデスタムはなんか大したことないよね。まあでもその後にグレース城、ああ待て、グレース城行ったらさすがに何もないか。ここもいないもんね。ここになんかいたら嫌だよね。アクバのところとか、あと賢者のところになんかいるとかだもんね。いるとすればね。いないね、さすがにいないか。あ、ダメか。ダンターグとかなんか倒さないと出現しないのかな。まあ自分で探しますからね。誰々はどこにいてなんとかとか、そういうネタバレはやめてほしいんだけどね。自力で探すから。ね、こうやって探してるとさ、いきなり見つけた時面白いんですよ。丸一、何々はどこどこ、丸二、何々はどこどこってさ、すげえネタバレとかたまにされる時あるから、それはちょっと勘弁してくださいね。まあ日本人だったら日本語わかるでしょうからね。まあそういうネタバレないですよ。まあ外国の方が何々、英語で書かれても自分は英語読めないから、ね、読めないっていうか読めんだけど、まあ書かれても、まあね、調べたりはしないでしょうから。いないな。レベル、次回99まで上げちゃう？上げて倒せっかどうか試してみて、まあ普通に上げただけじゃまず無理だろうね、神竜とかはね。戦ってみてわかるから、水どうにか防ぐやつ。とか、あと、種を落とすやつとか、やり込みだよね。
ただ自分の、まあできるかな。これ、今ここやってる時、まだパート1も配信してないんで、その前のゲームのパート1配信してるぐらいなんで、A6 T エディションの方ね。で、それ終わってからこれ多分やるから、あ、それ終わってからじゃねえか。天井の花嫁か。あれ終わってからこれ配信しようとしてるから、今まだパート20いくつかだから、あっちの方。今、時間軸でね。ここもいそうだけどな。まあ、いろいろ見つけたけど、まだいるでしょうね。見つけてないだけであってね。多分倒せるとしたら、まあ、わかんないですけどね。ハーゴンあたり、どっかにいるんであれば、倒せそうだよね、今でもね。ボクオン、クジンシーはまあ、弱いだろうなと思ったけど。マウントスノーの洞窟の中行ってみるか。いませんでしたね。あとどこだろう。武道の城の手前の洞窟とかにいそうだけど。あ、あとあれだ。アークボルトの上の洞窟とか。あ、そこにいるかも。これモンストロだろ。まあ、ここだよね、いるとすれば。ドラケ6メンバーとかだったらなんとかなりそうだけど、仁王立ちとかさ。いろいろやりながら倒すんだけど。これとか、あとアモールの洞窟か。あそこにもなんか行くかもね。いるとすればここなんだよな。どう考えてもここら辺だよな。もうだってないもん、洞窟。いや、あるか。いっぱいあるか。自分が行ってねえだけか。アモールの洞窟も、そうだね。どっち側だったっけ、アモール。こっちだったっけな。焦った。テリーにやられたやつか。あと、隠しダンジョンみたいな場所。もしかしたらダンターグはあれなんかもしんない。限られた場所にいないんかもね。そういう相手だから。でも絶対一箇所いる場所があるから。あ、いいね。あ、どこだっけ？今どこっつったっけ？アモールか。あと、伝説の盾の洞窟とか。まあ、いるとすれば、そこら辺なのかな。ああ、反対だね。ないね。案外ボスがいたとこにいるんかなと思ったけど、そうでもないみたいだね。まあでも自分でちょっと納得いくぐらい探したんで、ここにエビルプリーストいるし。リオでしょ。まあでも目的のものはいるから、じゃああとはちょっとレベル上げる感じですね。ちょっと99まで上げちゃおう。まあ多分指導とか、ハーゴンとかいるんでしょうけどね、どっかにね。まあ、でもレベル上げ、まあ、バラモスも弱かったからね、だから結構極端だと思うから、上げたとして、まあ、倒したら倒したでいいし、ね。まあ、倒せなかったら倒せなかったでやり方あるんですよね。まあ、パーティーだと思うけどね。よし、ということで、どうしようかな。まあ、レベル上げ、まあ、レベル上げるのは大丈夫だけど、熟練度上げてどうにかするしかないね。まあ、あそこだな、メタルキング狩りで、アリーナでね。
よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターをなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。